日本共産党の赤嶺政権です。集団的自衛権について質問をいたします。政府は3日の与党協議において従来の武力行使の一体化に関する判断基準を見直す考えを示しました。従来の後方地域、非戦闘地域の考え方をやめ、一つは現に戦闘を行っている他国部隊に対し、二つ目は戦闘行為に直接用いられる物品役も、三つ目は他国部隊が現に戦闘を行っている現場において提供する、四つ目は個々の戦闘行為と密接な関係があるという、4つの条件すべてに該当する場合に限って、一体化と見なすというものです。政府・与党は、90年代以降、自衛隊を海外に派遣する法律を次々と押し通してきました。武力行使の必要不可欠な構成要素である、後方支援活動や、自衛隊が担うもので、後方支援活動を自衛隊が、担うものであるにもかかわらず、活動場所を後方地域や非戦闘地域に限定するから、憲法違反ではないという説明を政府は繰り返してきました。今回、政府・与党が基準を見直すということは、これまで繰り返してきた後方地域、非戦闘地域、という説明は、虚構に基づくもので、あったと、これを認めると、こういうことですか。武藤内閣審議官。安全保障環境が大きく変化をする中、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、例えば、例えば国際の平和及び安全が脅かされ、国際社会が一致団結して対応するときに、自衛隊が幅広い後方支援活動等で十分に貢献できるような法整備をすることが必要でございます。また、後方支援活動等を今まで以上に支障なくできるようにすることは、我が国の安全の確保の観点からも極めて重要でございます。これまで我が国による後方支援に際しては、我が国による後方支援が他国の軍隊の武力の行使と一体化することがないことを制度的に担保するための一つの仕組みとして、個別の法律において、自衛隊の活動地域は非戦闘地域や後方地域に限るといった仕組みを採用してきたところでございます。武力の行使との一体化の考え方をもはや取らないとする安保法制今の報告書の提言をそのまま採用することは、従来の政府の立場に照らして難しいと考えてございますけれども、他方、従来から政府が示してきた判断基準をより精緻なものとし、具体的に何が武力の行使と一体化する行為なのかを明確にし、どのような後方支援が可能であるか検討することは課題の一つと認識してございます。また従来から非戦闘地域後方支援、非戦闘地域後方地域という概念についてはさまざまな議論もあり、この点も含めた検討が必要ではないかと考えてございます。3日の与党協議会ではこのような問題意識のもと政府として対応を検討していくに際しての考え方について与党からの求めに応じて説明をしたところでございますが、いずれにいたしましても現在与党協議が進められているところでございまして、具体的な新基準が固まっているということでもございませんし、その議論の詳細については控えさせていただきたいと思います。委員長。赤嶺君。今政府が、従来の立場から大転換をですね、私に言わせれば恐ろしい大転換を、図ろうとしている、そこで、ちょっと防衛大臣にも、ご意見を伺いますが、政府は国会でも国民に対しても後方地域、非戦闘地域だから憲法違反ではないという説明を何十年も繰り返してきたわけです。それを変えるというのであれば、
従来の説明との関係を明らかにするのが当然です。聖地聖地と言いながらちっとも聖地な議論が行われているとは思えません。そこで、これまでですね、非戦闘地域、武力行使との一体化はしないという中で、例えば、イラクに派遣された、航空自衛隊、これは、現に、戦闘が、継続するバグダッドに、米兵を輸送する活動を行いました。バグダッドは、戦闘状態にあっても米軍が警戒態勢を取るバグダッド空港は非戦闘地域だと強弁して活動を継続いたしました。当時米軍はバグダッドやファルージャなどで軍事掃討作戦を行っておりました。住民の残る町を封鎖して無差別攻撃まで行いました。そのことは退役した米兵の証言でも明らかになっております。防衛大臣、自衛隊が輸送した米兵がイラクで何をやったのか、その全容を明らかにする、これがまず政府のやるべきことではありませんか。中島運用企画局長。まずいくつかの点、先生、ご指摘いただきましたので、お答えしたいと思います。まずバグダッド飛行場の、その地点におけますその自衛隊の活動でございますけれども、これにつきましては、我が国が独自に収集した情報、それから関係機関などから得られた情報とも合わせまして総合的に判断した結果、バグダッド飛行場をはじめイラク特措法の実施要領において実施区域として指定されている場所は非戦闘地域の要件を満たしていたものというふうに考えておるところでございます。それから、輸送した米兵の活動でございますけれども、そもそも多国籍軍の活動といったものは安保理決議1723などに基づきまして、イラクの安全や安定の維持また復興の支援を行うものでありまして、こういうような活動を行います多国籍軍などを支援するための空輸、これはイラク特措法上の安全確保支援活動または人道復興支援活動のいずれかにあたるというふうに述べてきたところでございます。で、輸送した米兵につきましてはイラク国内におきまして復興支援または治安維持のいずれかの活動に従事していたというふうに認識しているところでございます。委員長。赤嶺君。航空自衛隊がバグダッドに、米兵を運んで、バグダッド市内での戦闘、あるいはバグダッド近郊のファルージャでの戦闘、それによる、イラクの住民の犠牲、安全確保支援活動という名前で、女性や子どもやお年寄りが、戦争の犠牲に、なっていった。これまでの自衛隊の海外での活動はどういうものであったかと、こういうことをですね、検証もしないで、しかも今なおですね、それが人道復興支援だったというような、あの戦争に対する全容も明らかにしないで、そして、そういう非戦闘地域、あるいは武力行使と一体化しないという、従来の政府見解の下でもこういうことが行われていた、そことの関係も全く何の検証もしないで、広報地域の要件を広げる、などということは、言語道断であります。あの活動、実際にどのように見られていたか、名古屋高裁は、2008年4月の控訴審判決で、航空自衛隊の空輸活動について、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に
違反する活動を含んでいるという認定を行い、判決は確定をいたしました。イラクにおいて国際的な武力紛争が行われていること、バグダッドがイラク特措法にいう戦闘地域に該当すること、航空自衛隊の空輸活動が多国籍軍との密接な連携の下で戦闘行為がなされている地域と、地理的に近接した場所において、多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送し、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものである、ということから、航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、平成9年、1997年2月13日の大森内閣法制局長官の答弁に照らして、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であると認定したのであります。政府は、そういう名古屋高裁の判決、どのように受け止めておられますか。中島運輸局局長。お答え申し上げます。今、先生ご指摘いただきました判決につきましては、判決自体では国の主張が認められておるところでございます。で、ご指摘の自衛隊の派遣を違憲と判断した部分につきましては、判決の結論を導くのに必要のない暴論、傍らの論であったというふうに承知をしております。で、いずれにいたしましても、航空自衛隊のイラクにおける空輸活動につきましては、先ほど申し上げましたように、バグダッド飛行場をはじめ、特措法の実施要領において、実施区域として指定されていた場所は、非戦闘地域の要件を満たしていると。それから、同じく米軍人を含めました多国籍軍の兵士等の輸送につきましても、これも人道復興支援あるいは安全確保支援活動として行われたものであるということと、さらに、武器の輸送につきましても、自主要項上、弾薬を含む武器の輸送を行わないというふうにされておりましたけれども、輸送対象となる人員が武器を携行することにつきましては、それが常識的な範囲で通常携行するものであれば、輸送対象から排除されるものではないということで、例えば小銃や拳銃につきましては、主として自らの生命、身体を防護するために、通常携行する武器ということで運んだわけでございます。従いまして、こういうことを合わせまして、憲法の範囲内でイラク人道復興支援特措法および自衛隊法に基づく適切なものであったというふうに考えておるところでございます。委員長、赤嶺君。名古屋高裁は、今答弁されたような自衛隊の活動が、大森法制局長官の国会答弁に照らしても憲法違反であるということを明確に指摘したわけです。暴論傍らの論と言いますが、ここでこの裁判の仕組みの中で国家賠償法に基づく損害賠償と派遣の差し止め、意見確認を求めたものであるわけですが、損害賠償には国の行為の違法性と原告側の権利侵害の2つの要件が必要になる、そういうもとであってもですね、裁判所が自衛隊の活動は違憲、違法であること、平和的生存権が具体的権利であることまでは認めたものであります。傍らの論として、暴論として片付けられるものではありません。三権分立の下で、政府に判決の内容を重く受け止める責任があるということを厳しく指摘しておきます。日本の自衛隊も参加したイラク戦争、一旦戦争が始まったらどうなるのか、今日、今イラクはどうなっているのか、極めて深刻な状況に置かれています。昨年末に政府の治安部隊が
ラマディの反政府デモのテントを攻撃して以降、政府側とスンニ派武装組織との間で激しい戦闘が続いております。ファルージャ、バグダッド、ラマディ、モスルなど各地で市場や検問所への攻撃、病院やモスクへの攻撃が繰り返され、国連によると6月だけで少なくとも799名の死者、1409名の負傷者が報告されています。しかも政府軍による市街地でのタル爆弾の使用も報じられています。タル状の容器に火薬や釘などの金属片を詰めた焼夷弾の一種とされ、周囲にいる人間を無差別に殺傷する兵器であります。外務省はこうしたイラクの現状について非人道兵器の使用も含めてどういう認識を持っていますか。岡大臣官房審議官。お答え申し上げます。まずイラクの現在の治安情勢につきましては、2007年以降治安情勢の改善が見られておりましたが、2013年4月以降治安情勢については悪化傾向にあり、バグダッド、イラク北部、中部ではテロが頻発すると厳しい情勢が続いているというふうに認識しております。その中で今委員ご指摘のいわゆるタル爆弾につきましては、一部人権団体からイラク国軍がファルージャ市での戦闘に際してタル爆弾を使用したとしてイラク政府を非難する報告を出したということは承知しております。一方でイラク政府は5月12日に公式見解を発表いたしまして、タル爆弾の使用を否定しているところでございます。委員長。上根君。今のイラクというのは宗派対立が非常に激化しているわけです。そもそも宗派対立を作り出したのがイラク戦争と軍事占領であります。フセイン政権にさまざまな問題があったとしても、少なくとも戦争前は宗派間で今のような戦闘が行われることはありませんでした。開戦を支持し、自衛隊を派遣して戦争と占領に加担してきたのが日本政府であります。防衛大臣、その責任をどう認識しておられますか。小野寺防衛大臣。イラクへの自衛隊の派遣というのは、これは復興支援の役割ということで派遣し、そして活動をしたということで承知をしております。またイラクについての日本政府の指示の言及がありましたが、これは累次歴代の内閣が答弁しておりますが、イラクは大量破壊兵器等の問題に関して国連のさまざまな決議を受ける中でそのことについての実施をすることを行ってこなかったということ、この決議違反ということが今回イラクにさまざまな問題をもたらしたその原因の一つであるということを歴代は内閣として答弁をしていることだと思っております。委員長。赤嶺君。イラクへの攻撃が始まる直前まで国連の査察官があとしばらくすると大量破壊兵器あるかないかはっきりする、それまで待ってくれという、国連の側のですね、戦争に、結びつかない平和のための努力を一生懸命やってる中でイラクが決議違反をしたから、悪いんだという日本政府の態度は、これは絶対に納得がいきません。もうイラク戦争をそんなふうに見てるのは、反省してないのは日本だけで、あります。介入した、そういう介入して今のイラクを混乱に陥れた集団的自衛権だとかですね、そういう前にやっぱり世界は平和のための努力をしていくことが大事なんだということをこのイラク戦争の結果から学ぶべきで、あります。アメリカのオバマ政権は2011年にイラクからの米軍の撤退を完了させたのに続いて、アフガニスタンでも部隊の縮小を進めております。5月28日の
アメリカ・ニューヨーク州ウエストポイントにある陸軍士官学校での演説では、今年の年末にはアフガンでの戦闘任務を終了させ、部隊の規模を9800人にまで縮小させ、2016年末には、カブールの米国大使館内の駐留のみとする方針を明らかにいたしました。アメリカの核心的利益がかかっている場合には、単独で軍事力を行使する方針を維持しておりますが、その一方で、すべての問題に軍事的解決があるわけではないことを強調しています。イラクやアフガンでの経験から教訓を引き出して、テロ組織の拠点が築かれようとしている国々とより効果的に連携することを強調し、能力構築支援のために50億ドルの基金を創設することを議会に提案しています。今回の演説は、米軍による軍事行動から各国との連携協力に軸足を移したところに特徴があると思いますが、これは外務省はどのように受け止めておられますか。岸外務副大臣。5月28日のオバマ大統領のこの陸軍士官学校で行われた演説でございますけれども、今議員もご指摘のとおり、軍事力のみならず諸外国との協力や国際秩序の強化とさまざまな要素を駆使しつつ、米国として引き続き世界の平和と安定のためにリーダーシップを発揮していく考えを表明したと承知しておりまして、我が国としてこのような米国の姿勢を高く評価をしているところでございます。国際社会の諸問題は米国一国で対処するものではなく、米国は国際社会と協力しつつ積極的な役割を果たしてきております。我が国としても積極的平和主義の考えに基づき、引き続き米国と協力して世界の平和と安定に一層貢献をしていく考えであります。委員長。赤嶺君。我々が集団的自衛権だとか憲法解釈を変えるだとか、これまでの後方地域の支援の要件を拡大するだとかという、そんな議論をやる前にですね、世界は軍事では解決しなかったというイラク戦争やアフガン戦争の結果から学ぶべきだと思います。10年前の2004年ファルージャで日本人人質事件が起きました。拘束された一人である高藤直子さんは今もイラクの人たちへの支援活動を続けています。彼女のホームページには、家族と題して次のような手記が寄せられていました。抜粋ではありますが、残り時間でちょっと紹介をしたいと思います。ファルージャ総攻撃から10年、昨年末からファルージャとラマディはまたしても戦火に焼かれている。ただの記念日ではなくなってしまった。1月、逃げ惑う友人たちの様子を聞いて、自宅で夜中に一人で泣いたのが1回。2月、イラク国内でイラク人に囲まれていたし、緊急支援で忙しかったからか自分を保てた。3月、ヨルダンで一人になって強烈な喪失感に襲われたり、恐ろしい現状報告の詳細を調べたりして号泣数回。買い物中でも、お一人様外食の時でも、突如わっと涙が溢れてきて困った。一度に抱えるには多すぎる感情にもがき苦しんだ。ファルージャとラマディは私にとって一番身近なイラク。そこに住む友人たちも建物も一番よくわかる。たくさんのプロジェクトを展開してきたところ、そこで破壊が繰り返され、命が
奪われていくことへの怒り、絶望、無念さ、無力感、ファルージャ総攻撃10年、それはイラクで事件に巻き込まれてから10年、ファルージャやラマディからの恐ろしい報告を受け取るたびに、自分の体験を思い出してしまって苦しい。まだまだ続いて、おりますが、この高藤さんの、あの活動がですね、今でもイラクで人道復興支援を命がけで、続けている、その女性が、やはり戦争に、対するですね、怒り、憎しみ、平和を発信している、どんなにですね、戦争を起こさないための努力が政府にとって大切なのかということを強く申し上げて質問を終わります。